江ノ木津神社は、長崎県新上五島町江ノ木津里に鎮座する神社である。菅原道真公、春彦大臣の二柱を主催神に、大物主神、海道神、主神天皇、日本穂高、元仙壇村、大国主神、皇具土地神の七柱を廃止する。菅原道真公と春彦大臣を合わせて、菅原大臣とも称し、これで一柱とする場合もある。 廃止神中の大物主神、海道神、辻神天皇は、琴平神社の、日本穂高は、白鳥神社の、元仙段村は、八坂神社の、大国主神は、若宮神社の、甲府と近神は、秋葉神社の祭神である。二の鳥居総研は、県民三年十月二十五日、当初は別の場所に鎮座しており、元六五年に現在地に奉仙された。今日は二年には、 主催神である、菅原道真公の没後900年の祭典が行われた。明治7年5月5日に尊者に列せられる。また、社号はこれまで天馬宮としていたが、同25年に現在の社号に変更する。同41年7月、校内の白鳥神社、若宮神社、琴平神社を合し昭和8年10月20日に、 新鮮兵白陵とも神神社に指定された、社殿こと平神社、一の鳥居その他の絵の傷里の神社に、稲荷神社がある。また隣接する裏桑号に、祖父君神社が、丸尾号に、丸尾神社がある。ありがとうございます。